トモローグこのコーナーではリスナーの皆様からいただいたエピローグを竹中が脚色演出し皆様に朗読でお届けしていますこんにちは匿名です私がトモローグに登場なんてついにですね花花天国には時々参加をさせてもらっています 普段はラジオネームももちろんあって、私は今とても幸せなお母さんです。これはもう20年も前のお話で、そう私がまだお母さんじゃなかった頃の出来事です。仮名はマイにします。マイ付き合ってほしいんだ。うん、私でいいの。マイがいいんだよ。彼女とはちゃんと別れるから。 略出愛だったってわけではありませんが正隆には別れそうな彼女がいてそこに私が登場してちょっとだけかぶる形で私と正隆のお付き合いが始まりましたその当時の正隆の彼女だった人はさくらさんって言って正隆の会社の同期だったみたいでビーチパーティーでも会ったことあるし友達ではなかったんですけれど私と元カノさくらさんは 顔見知りりではありましたお付き合い2週間目居酒屋にて前でさそのこと言ったら急に部長が怒り出しちゃってでもさ俺もさくらもさあこの担当がさくらと俺だったんだけど怒られてもさ意味わかんないじゃん聞いてる前うんもうさなんで俺たちが怒られなきゃいけないんだと思ううんあそうね ああごめんさくらが話に出てくるの嫌かうん何で元カノの話すんのいや職場で関わるからさ分かってるよ同期だし同じ部署だし仕事で関わらないのとか無理だっておい舞俺のこともっと信用してくれよ俺ちゃんとささくらとは別れたしさくらもちゃんと納得して 俺さくらのこと見ても全然愛情とかないよそんなの言葉だけじゃ信じられないもん私だって嫉妬なんてしたくないけど正かのこと好きだから嫉妬してるわけであってもうまいまいまいちゃん機嫌直して<ん>じゃあさ話題に上らせないようにするとかさそれぐらいはさ気を使ってよ会社辞めてとは言わないからさうん分かった分かった まあ、もっと頼もう。おいしいものね。うんうん。ここ、ほんと安くておいしいんだから。まあ、こんな感じで。ラブラブ初期ならよくある喧嘩ですよね。もっと彼とも顔見知り状態でお付き合いをすることになっちゃう。それが沖縄って島の宿命ってところありますよね。まあ、可愛く嫉妬してみたりはするけれど。 マサタカは私のこと本当に大切にしてくれたし、気になりますよ。まあ気になりますけど、元カノのことね、気にしないようにしてたんですよ。そんなある。ピッパピッパピッパ仕事帰り、何気なしにぼーっと、信号が青に変わるのを待ってたんです。ブーン。目の前を彼の車が通り過ぎました。 あ、まさたかの車だ。ええー。あれ。え。助手席に。え。元カノ。数時間後。修羅場です。は、どういうことよ。何がどうなったら。元カノがあなたの車に乗ることになるんですか。いや、これはね。うん。元カノとの話し,しないで。 マイが言ってたから言わなかっただけでやましいこととかもないしただね家に送ってただけなわけよ <laughs> <laughs> あなたは私という彼女がいながら他の女を家に送るんですか助手席に座らせるんですかへへ,へ私と付き合ってからどれぐらい送ってんの、うん、どうだろうね、うん、たまにかな、うん、あのさあいつ車持ってなくて あれだよ、バスで帰ってるんだけど、余裕あるときかわいそうじゃんなんか、余裕あるときはなんか、かわいそうだから乗せてってあげようみたいな、そういう気持ちになるっていうか、あいつ家遠いからさ、はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、てかさ、はっきり言っていいかなあんたもムカつくけど、元カノ桜ムカつくわ。私っていう存在がいるのを知っておいて、あんたのこと、アッシーにするなんて、 ともローグこのコーナーは午後2時半からの花々天国の中で月曜日と火曜日に行っておりますだいたい時間は午後4時10分頃からです人気コーナーになりますぜひ皆様もトモローグへのエピローグを送ってきてくださいどんな内容でも構いません懸命にカタカナでトモローグと書いて